これが多く20万の軍勢。VR 映像だって分かってても怖いよね。ですね。それにこの数を相手すると思うと気が遠くなりそうです。さすがに全部とは戦わないんじゃない？イベント戦だろうし、勝利条件があるのかも。ほら、やっぱり。それでも2000体も倒さないといけないんだ。一人頭500体か。体力と魔素が最後まで持つでしょうか。この戦いは総力戦だもんね。これなら倒せるかもしれません。うん、きっとできるよ。やろう。おお。えい。せめて苦しまないように一撃で。さすが成長したディアブロさん、すごく強いです。ミユさんのシュナもすごいよ。この状況で言うのもあれだけど、この戦いにシュナとディアブロがいるのってワクワクするよね。はい、せっかくですし、うんと活躍しちゃいましょう。今のところはこっちが優勢ね。ええ、だけど味方が倒されると僕たちが強くなるなんて。アニメ通りだけど難易度爆上がりよね。まあ味方が倒されるところなんて見たくなかったし、ちょうどよかったけど。同感ね。なら私が前に出てウォークを引きつけるから、ノアは味方の回復を優先して。了解。私たちのコンビ力見せてあげようじゃない。とうとうテンペストが。感慨深いものがあるね。あっという間ですけど結構大変でした。ゲームとして遊べるように調整してあってこのボリュームだもんね。こうして追探検してみると小説をまた読み返したくなるわ。そうだね。ちょうど区切りもいいし、そろそろログアウトして現実に戻る？はい、そうしましょう。何？今の。え？ログアウトできない？みんなは？私もみたい。同じくです。なんかすごくまずいことになったみたいだね。